<laughs> いや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  <laughs>。その癖は直せよ <laughs> <ー>。よろしく頼むぞ。三。二。一。さあ、雪だるまです。ああ。雪が降るんだ。今回。 だから起きて、外の景色こう開けたらあれなんじゃないもうあたり一面雪景色なんじゃないのいやもう絶対そうじゃん <laughs> こ。こういうのね。もうこういう景色見ると一瞬テンション爆上がりするよね。あ、もう二人がいる <laughs>。一緒に遊ぼうって。待っててくれたんだね、起きるの。ちょっと怖いけどね。外で待たれるの。あれあ準備してんのかな今のドタバタは。ああ。 この手のタイプの手袋久々に見たな最近見ないんだけど。もう完全武装じゃん。えなになにえ、どうしたのなん <laughs> でそういうことになってんのよただの君セリフなしうん。ああもう寝れなかったんだ。もう雪が気になって。 いや、それで、ただのくんはもうそんな時間から起こされて付き合わされてんだ。んうん。あたり一面ね。ああ、まだ誰にも踏まれてないピカピカの雪だってことね。もうこれが昼くらいになるとね、もう道がさ、もう日もてってさ、もうぐちゃぐちゃのびちゃびちゃになるじゃん。車とかにさ、踏まれて。うーん。 もう自分の足跡しかないよ。あ <laughs> クはクしてる <laughs> え。え倒そうってか、もしかして。<laughs> 作るよねー。ちっちゃい雪だるま。わかるよー。あー、でかいのやろうよって。なんなの、このチャップリン方式は。まあ、これはこれで微笑ましいけど。<laughs> あー、来た来た来た。 ああ、難しいんだよね。ちょっと水とかつけて、あれなんで固めないと。おー、立派。これなら2、3週間は溶けないんじゃないああ、装備させるの。日本人ってすごいクリエイティブだから、そう、今言おうと思ったんだ。<laughs> こういうの作る人いっぱいいるよね、トトロとか。 うーん、けどま、スタンダードがやっぱあれだよね。一番見てて、ああ、冬だなって感じるわ。そうそう、そうして、写真撮るよね。ああ、お母さんうーん、気が利くおっと雪合戦ですかああ、いい音。ん何してるんだうん。ああ、ちっちゃいの え顔を作って。並べんのか、隣に。ああ、いい。まあけどそれが溶けちゃったとき寂しいね、あの二つ並べたの。あ、外で飲むのおつ。あれああ、いたいたいた。うん。石。 <laughs> いや、なんなのその石の話 <laughs>。ここでオープニングってそれ気になるわ <laughs>。いやー、てか冬満喫してんな、小見さん。もう前回のあのクリスマスといいさ。いや、本当にもう人生ガラッと変わってるよね。ただの君に出会えたことによって。だからこの学校に行ってよかったよな、コミさんは。かなり個性的な面々だけど <laughs>。実際問題こんな友達ばっかだったら楽しいっちゃ楽しいけど、もう大変だろうね。 付き合っていくの。特に病が。<laughs> あんなのちょっと <laughs>。え、たしたらすぐ捕まっちゃうよう、ね、なあれじゃん。あかりさんとか可愛いけどね。なかなかさんとか。なかなかさんはあれだかな。<laughs> ちょっと親近感があるからなのかな。<laughs> 馴染みとかがやっぱただのくんの次にはやっぱ付き合いやすいってところはあるよね。あと、かたいくんは、あれだわ。ちゃんと理解してあげれば可愛い男の子なんだよね。ちょっと見た目はちょっと怖いけどさ。 で、今回雪だるまもやったし、あと冬で残るイベントといったら、まあ、クリスマス終わってること考えると大晦日。で、新年明けての初詣。まあここら辺の流れだな、気になるのは。あとこの子、まだ出てこないって、ね、気になってはいるんだけどなナルシスト的なキャラなんだろうね、けど。しかもなんかこのオープニングでも結構出番多いから、片井くんと一緒に結構これからレギュラー化するキャラなんじゃないかな さあ、雪合戦です。ほう。はいはい。いや、いっぱい集まってきた。いつの間に。<laughs> うん。うん、死亡。ほーうん。あ、あかりさん。やばい。やだ。あ、こみさん別れちゃってんの あ、なんか知らない人がいっぱいいる。いや、こみさんそっち側なの、ちょっと。<laughs> これ小学生なの。<laughs> うーん、馴染み悪いやつ。いや、けどこの、ね、ちょっと大人の人たちにさ、勝とうと思う気持ちってテンション上がるよね。子供ながらに。プロレスごっことかさ。もう親戚のおじさんとかに何としても勝ちたいとかなかったうん、大丈夫かね。 ただ、嫌なのさんがいるからね、こっちに。負けん気、いや、すごそう、やる気が。<laughs> いや、この壁まで作って、おーやられちゃった。大きいいつや死 <laughs> も<う>。<laughs> まあ、普通にやったらなうん。えいやいや、優しいなもう遠慮なく行けーあーうーん、かわいい子が。 最高、チー。うん。強い、普通、強い、普通。いやー、圧倒的不利。うん。無理そうですね。え <laughs> 使えない。ああそんなこと言ってる間にまた一人。いや、美人。ミッチー美人だわ。 なになにこの演出一体。<laughs> いやいや、そんなことやってたらやられるでしょ。<laughs> めっちゃ演出とか設定凝ってますよ。<laughs> どんな設定なのよ。<laughs> ローラ。<laughs> いい名前。ミッチーみたいな。あ、違った。あもうタヌキ特攻。もう一番やっちゃいけないやつ。おーはっぽあがりさん。 んああ、馴染みかなこれを決めたのは。うん。すごいクラシカルな曲流れてるけど。な、だからこれで残るはもう小見さんだけじゃないいや、まだ一人いるでしょ。小見さんが。いやいやいや。ああ、けどみんなあれなのかな小見さんには当てれないとか。いや、そんなことないよね。遠慮しない人もいるもんね。矢田野さんとか。 聖女降臨。いや、どうなんのやまい、あ、さんとか投げれなさそうじゃん。あれ馴染みやられてるえいや、もう、ダメだ。山井さんどうにもできないね、これは。できんのうん。何があったのいや、この二人がいたら、裏切ったのか。やまいが。いや。 <laughs> でこの身内からの攻撃もちゃんと死亡認定されるんだなんかバトルロワイヤルみたいになってきたぞ <laughs> うん <laughs> 狂気的 <laughs> でどうすんのあ <laughs> やるんだ古 <laughs> ミさん まさかのここから勝つなんて。ああ、大木くんすごいじゃん。ねえ、あのちいちゃんから好かれるなんて。あああ、この家あったね。一回出てきてたよね。前期で。うん、新年迎えてね。え何それああ、親戚のあの人おばさんみたいな。ティチャープ。 あー前回来たの夏休みうーん。<laughs> いやいやいや、あなたのこと <laughs> うーん。うん、章介くん。いや、こんなあれだよね。美男美女のさ、兄弟とかいたら、親どうなんだろうめっちゃ、ああえあきらちゃん。 あそういえばこんな子いたっけね前も。いや、隠れちゃったよ。そっくりだよ。ん <laughs> いや、怖いって。<laughs> それは怖いって、ゴミさん。何の話してんの <laughs> またそれで追いかけたら追いかけたで。 ああ、けど嬉しそう。うん、正しくなったんだね。うーん。あるよね。そういうのやってるうちに正しくなっちゃうパターン。ああ、よかったよかった。うん。花札。また渋いゲームを知ってるじゃない。え突然の絶望 な<何> <laughs> いや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 。その癖は直せよ。<laughs> いや、綺麗に飛ばす。<laughs> これはめっちゃ強いんじゃないのこの子。うん、来い来い。うん、あんま知らない。サマーウォーズで見ただけ。<laughs> うん。はあ。んおばあちゃんなんだ後ろから。 やりたいのかおばあちゃんも。もう。え <laughs>、どっちどっちどっちなの <laughs> やるんだ。<laughs> うん。あ最初はね、それがいいかも。えはんちゃん6曲 <laughs> 何言ってんのこのバーバアは <laughs>。おい。 めちゃくちゃギャンブル大好きじゃないか。いやいや、明葉ちゃん。どうしたの変なスイッチ入っちゃったの。二人ともなんかやりそうだな。えこんなの後で参加できんって、初心者が。うん。いや、ここら辺のルール分かってたら面白そうだなうん。 うん。すすきにつき。はあ。な、一回覚えようとしてな、本棚にあるんだよね、俺、花札の本は。うん。イノシカチョウくらいしか知らない。うん。何が起こっているか僕にはさっぱりわかりません。 うん。<laughs> いやいやいや、行行みたいな言い方しないでよ。怪事じゃん。<laughs> うん。ああ、じゃあこれでアキラの勝ちなのうん。花見でいっぱい。いやーこのばあちゃん強そうだよ。うん。 絞り取る。ああそこそこ。ダブルアップ的な感じうーん。じゃあ、強気のあれなんだね。うん。参考。いや、やられちゃったの。あ、いやいや、ダメじゃん。うーん。 まあ、ばあちゃん強いんだよ。うん。ねここ、もう今時の子8割くらい置いてかれてるでしょ。<laughs> 全然わかんないも点数言われても。<laughs> いや、これは痛い。<laughs> これはでかいぞ。<laughs> 3400は子供にとっての。<laughs> 何仇取れって。<laughs> いやいや。 <laughs> まあさっきからなんなんこの流れ、雪合戦とい <laughs> 無理だろう。うんう。わー、これは、もう責任重大。いや、始まっちゃったけど。またさっきの流れ見んの。もうどんなリアクションすればいいのかわかんないんだけど、これ。うん。絵が豪華。うん。 えうん。雨の子。はぁ、あ。うん。え言っちゃいけないのいや、それは無理だろう。ね散々やってきてるばあちゃんに対してさ、けなんか勝ちそうな気がするよね <laughs>。やっぱりあの、雪合戦と一緒で。 アメシコ。ほん。うん。恋恋するんじゃないなんか思想。するんだね。<laughs> よくわかってないだけだった。<laughs> ああ、なんからたまたまこれうまくいっちゃうパターンだ。うん。さあどうなの 揃ったんじゃないなんか。うん。五行。ああ最も点の高い役。お年玉取り返してくれたね。<laughs> 五行だけにな。いや、楽しそうなお正月でよかったよ。元旦です。うん。あ、まだ開けてなかったのか。大晦日とかに来たのか。 うん。厚もで。あ行きたいんだね、二人とも。やばいうわーもうめっちゃ似合うわーいやー、いいねね、こういう文化が日本って残っててよかったよねーいやーいいじゃん。アキラも。うーん。 いや、ただのくんに見せたい、この姿を。えお母さんかあ、はあ、言 <laughs> い訳、けどこれはちょっとさ、都市的にどうなんだろうね。<laughs> いや、誰も見てね。<laughs> うん。ああ、目立つんだろうね。<laughs> いやいやいや、もうぜの10回、<laughs> 割れていく。<laughs> うん。け、なんかあんま真ん中歩いちゃいけない。 ってあるよねあそこ神様の道とか言うから二レ二百四一ーうん去年の願い事を何だった友達ができますようにとかうん俺 でまたみんな見てるんだろうね後ろの人たちもえ挨拶いやそこまであれなのお付き合いがあるあれなの <laughs> いやいやそっちに拝んじゃったよまあ気持ちはわかるけどうんみこもうコウミさんがやるしかないでしょうもう見たいもんああ来る やべえ <laughs> どんばんまりや。<laughs> うん。いや、けどねーできるのかねこの販売とか、浜とかお守り売るんじゃないん,んのこあれじゃん。同級生の、あの、なまってる。ね気づいてるうん。うんうんうん。 ねえほら古見さんだよいやほらねえ時間差 <laughs> いつ気づくかなと思ったけどいやもうもういいていいてあ隠してたんだっけいやないないそんなことうん <laughs> いやいやいけないよいけないそれは無理だよ うんそうだよねこ見さんからはね呼ば <laughs> れてるって <laughs> ありえないでしょ <laughs> 普通に考えてうん <laughs> いや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  <laughs> こんなあれやだみこさん <laughs> いやだから地元に地元というかあれだよね実家のいや敵まきすぎだろ いやあ、できてないじゃん、現実は。いや、いきなりやれって言われてこれは無理だよね。いやいや、ちょっと助けて、助けて。ほらほら。ちょっと。うん、いいよいいよいいよ。うーん、よかったよかった。うーん、電卓とかはないんだね。 し算ああ <laughs> いやもうまるまる1枚使って <laughs> まあ結局この時間までやってたもんうんいや新年からお疲れって感じ <laughs> あなんか書いてくれてんじゃないあーやっぱり。 うーん。ねえ、気づいてるよね。<laughs> いや、そりゃそうだ。<laughs> ああ。もうこれもらってったら、ね超レアだよ。小見さんのこのお手紙での新年の挨拶なんて、うん。礼儀正しい。田舎さんにとっては最高のあれじゃん。おまけ。うん。 ああ、あの、雪合戦終わった後。いや、すごい呼び名。あれ今の子はて <laughs> れてる <laughs>。うーん。いや、できてると思うけど。うん。それが逆にね。いや、目指すの大変だと思うけど。<laughs> ね、大きくん。いや、子供に人気でよかったね。おー 書いてもらったんだ、あの4人に。よかった、よかった。あー終わっちゃった。いやーいいエピソードだったな、今回も。んというわけで今回ね、コミさん、コミショですこちら見させていただいたんですけども、えー、皆さん、今回のエピソードに対する感想だって、僕の歴史ションに対するコメントお待ちしております。以上、動画も投がお送りしました。バイバイ。